はい、どうも、こんにちは。はい、原田義弘です。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、地方あの議会の、まあ、実態というのか、そういったのニュースというものがあの出てきましたので、少し紹介したいなと思っています。実はこれ、あの、私が掲げているですね、一人議会変革という公約にもちょっとつながっているニュースですので、 ご紹介をさせていただきたいと思っております。えっ、ー、と、それでしたら、えっ、ー、と、ちょっと画面の共有の方をさせていただきます。はい。はい、こちらですね。えー、っと、まあ、ここにあるように、県議の提案、県議提案の条例、質疑なく21件採決、提出期限のない無視が状態化、まあ 茨城ということで、要は茨城県議会での結局その実態というのかですね。それをちょっとあの毎日新聞社があのニュースにしたというようなあのものでございます。具体的にはどういうことかということなんですが、見ていきましょう。記事の方を下に下ろしていきます。多分このままですと字が小さいと思いますので、大きくします。 いいですね、こんな感じで見えますでしょうか。じゃあ読み上げます。ちょっと頭カキカキしますね。はい。えっ、ー、と、茨城県議会で議員提案により成立した政策条例22件ほぼすべてで議会での実質的な議論を経ることなく採決されていたことが、毎日新聞のまとめで判明した。 県議会事務局によると、議員提案されるようになった2005年3月以降成立した22件のうち、内容を具体的に議論する常任委員会に付託されたのは1件のみ、残りは本議会で質疑が行われることもなく成立した。公の場で内容をめぐる議論が深まらない現状に、内外から疑問の声が上がっているということですね。 えーと、まあ、長野記者と宮崎記者の、あの、まあ、記事なんですが、まあ、具体的にはどういうことなんでしょうかっていう話で読み上げます。県議会上事務局によると、茨城県議会での政策条例は、五年、まあ、2005年3月定例会で、県屋外広告物条例の一部を改正する条案令が提出されて以来、計 22条例が成立している。提出議員では一部で旧民主、公明、共産など会派をまたぐケースもあるもののも、いずれも最大会派の自民系議員が中心となっている。しかし、全22件のうち常任委員会に付託されたのは2007年12月の茨城の快適な社会づくり基本条例のみ、 20件は閉会日に提出され、議場での質疑なしに即日採決。残り1件も閉会1週,前1週間前に提出され、委員会への付託も議場での質疑もなかったということですね。失礼しました。委員会に付託されるためには、条例案を会期の早い時期に提出し、議会運営委員会で扱いを決める必要がある。 議員提案をめぐっては、一般質問終了日の前日、正午までに議長に提出する。ことで各会派で申し合わせているにもかかわらず、付託されなかった21件はいずれも一般質問の終了後に議長に提出。議会への調停はさらに遅れ、議長での本格的な議論をされずに終わった。申し合わせでは、 提出期限の例外は緊急時などに限るとしていたが、無視したり取り扱いが状態化していたことになる。そうですね。まあ、ここだけを見ると、ま、もともとその条例とかそういったことっていうのは、えっ、ー、と、まあ、ちゃんと審議をしてね、やっぱり採決をしなきゃいけないっていうことがあるものですから、やっぱりその、 きちんとですね議案、議員提案を、あの、めぐってはっていうことで、まあ、申し合わせではあるんですが、一般質問終了日の前日正午までに議長に提出するっていうことで申し合わせをして、まあ、一応、そういったこと、そういった申し合わせの中で、えっ、ー、と、まあ、やってきたんですけれども、実質には、その一般質問終了日というところの、えー、終わった後に、 条例が提案され、一番最後のね、日に可決される。要するに、ものすごく期間が短い中で、もう採択をされてしまう。提案されて、あの、時間がなく採決だけやって採決をされてしまうっていうような流れができてしまっているっていうことですよね。うん。ただやっぱりこういった条例っていうのはですね、まあ簡単に言えば、 行政の法律な部分があるわけですから、法律というとちょっと語弊があるかもしれませんが、やっぱり法的な効力っていうのはあるものですから、議会で作る条例っていうのは、やっぱりそこにね、あの、なんだろう、質疑もなく、質問もなく、それでたま、あの、単に採決だけやって終わってしまうっていうのは、やっぱり非常に問題があるかなというふうに思っております。 で、まあ、ちょっとあの続き読み上げますね。政策条例は、使名生活と深く関わり、近年もヤングケアラー支援条例、犯罪者被害者支援条例などが成立している。それにも関かかわらず、議論が深まらない現状について、議会内にも問題視する声がある。ということですね。で、まあ、それに対してですね、やっぱり疑問っていうものがあるものですから、まあ、こちらなんですが、 21年5月に行われた県議会改革推進会議の記録では、野党経営議員からの議論の過程が議事録にも残らず、この条例がなぜ必要か議論できる場を設けてほしいとの要望に対し、与党会派からの反応はなし、県議会事務局長が定例会の最終日に提案され、直ちに採決される状況と答えたのみだったということですね。 で、まあ、これに対して、えっ、ー、と、要するに専門家の方の意見っていうのを、あの、あるんですが、東京、元東京都職員で地方自治に詳しい中央大学の佐々木信夫名誉教授は、地方議会条例制定の流れについて、議会初日に本議会、本会議に提案し、委員会で審議した結論を本会議に報告。 各会派の質疑を経て採決するものと説明する。最終日の提案と即日採決が状態化する茨城県議会の現状を議会そのものの価値を失わせる議会は決定機関であり審議機関であるという認識がかけていると厳しく批判するというふうにあります。普通はですね、 あのー、ま、あスガイ市議会なんかでもそうなんですけれども、議会の初日にやっぱり議案っていうのが提案されるんですよね。で、それに対して、えっ、ー、と、まあ、行政側からの、まあ、要するに市長からの提案、提案ものに対しては、えっ、ー、と、きちんとね、行政の、あのー、ま、あーエさんというのか、何々部長さんとかそういったことがきちんと議会に出席をして、まあ、その提案趣旨というものを、 あの、説明をし、で、そこに一回質問をさす、あの、質問という質疑の時間を設け、で、その上で各委員会に付託をして、各委員会で質疑をし、そして、えっ、ー、と、また、あの、その委員会の状況というのを本会議、本会議の場で置いて、再度ですね、あの、 委員会の状況も報告しながら、えっ、ー、と、まあ、そこの質疑をし、で、最終的に採択をされるっていうような流れがあるんですね。で、まあ、先ほどですね、ここに一般質問、うんちゃらかんちゃらっていうような、あのー、まあ、ことがあったんですけど、ごめんなさいね。あ、そうです、ここです。一般質問、終了日の前日正午までに議長に提案することでっていうふうにあるんですが、 例えば、春日井市議会の場合だと、えっと、あの議案あの、初日に提案されます。で、説明が、えっ、ー、と、まあ、されます。説明の日があって、で、えっ、ー、と、各、えっ、ー、と、委員会なんかで、まあ、議論をしてっていうような後で、えー、そこの結果で、最終的にまた本会議で、各議案が戻ってきた後で、一般質問をするっていう中で、実は一般質問っていうのは、 あのー、議会の会議の中では後半部分になるんですね。だから後半部分、うん、後半部分のところで、その実版質問が終わった後で、えっと、提案されると、実はもう審議する時間っていうのはもうほとんどないわけですよ。だからそれは、ものすごく本当にあの、議論をする場もないし、そういった中で、あ、提案しました。 勝手に言えば、質疑なしでもう採択してくださいねっていうことですよね。まあ、自民会派が多いところではござ、自民会派の先生方が多いところではございますので、多分そういった、あの、質疑なしに、あの、力、あの、数の力で、あの、押し、あの、最終的には押し切って、それを監修化させ、当たり前のようにさせて、それを通させていただく、あの、通すっていうことが状態化してしまってるんだな、というふうには思いますけれども、 ただやっぱりこれはもう非常にあの問題だと思います。議会軽視というのか、質疑されたら困るんですかね、あのほとんどの,その自民党の会派の方々っていうのは、まあ、それは言い,か言い過ぎかもしれませんけれども、もうそれに対しては、やっぱりこういったあのことをまあ議会の,、ね、あの中ではなくしていかなければいけないんだけれども、ただ、春日井市の現状、あの市議会の現状、私、議事録とかも 呼んでいくんですけれども、意外とです、ね、質疑なしで通ってしまう、あのー、あの議案って結構多いなっていう印象を持ってるんですね。だからやっぱり議員さんがやっぱり積極的に質問をしないっていうような状況が、一種の風土化し、それが当たり前のようになって、議論せずに <laughs> 議案が通ってしまうっていうようなことが形成されているんじゃないかな。 だから意外とこの、あの、なんていうんですかね、あの、このですね、えっ、ー、と、なんか、えっ、ー、と、ニュースっていうのは、地方議会で実際起こっている議会の形骸化みたいな議論がされないっていうのことの一端をですね、ちょっとあの示しているようなあのところではございますね。だから、まあ、そうやって考えると、非常にですね、ちょっと考えさせるニュースだなと。 いうふうには思うんですが、ちょっとあの最後のところを見ていきます。自民県連政務調査会長の石井国,国一さんですかね。国一県議は取材にパブリックコメントを実施したり、市町村の意見聴取や他党との調整をしたりしながら、様々な面で協議はしており、門は開いているというふうですね。要するに、まあ、 議論の中で議員がね、あのー、質問をしないとか、あの、あの実際の議論をやらないことに対しての、まあ、言い訳っていうことですね。当然、議案が上がる前に、例えば、いろんなね、その、どういった議案を出そうかとか、そういったあの議論とか、そういったことは、提案側がですね、提出前にいろいろやったりするわけですよ。だから、当然、そこに他党との調整っていうことも含まれるでしょう。ただ、大事なことっていうのは、あのー、議会っていうのは、やっぱり、 えー、地方自治の本詞ですね。という前提の中で、開かれているっていうようなの前提なんですよね。つまり、議員、議会の、あのー、で行われた、あの、質疑討論とか、そういったものは全て記録が残って、私たちも目に見えることができる。 だけど、意外とここら辺のパブリックコメント、どういったものがあったのかとか、市町村の意見聴取や他党との調整をしたりしながらっていうのは、見えない部分なんですよ。見えない部分。見えない部分を持って、これ議論しましたよっていう、目をもうひ開いているっていうのは、ものすごくお門違いなことをおっしゃってるというふうに思っています。 だから基本的にはやっぱりその開あの議会っていうのはきちんと開いた状態の中で傍聴とかもありますからね。議事録もちゃんと残して、まあそういったところでどういった過程でこの議論っていうのがされて、可決をされていったのかっていうのがわかる状態にしておかないといけないわけです。ですから、やっぱりこの、あの、まあ茨城県議会の今、 状況を示したニュースではあるけれども、かなり問題のある状況だし、えっとですね、えっ、ー、と、やっぱり地方議員がですね、これから質を高めていく議員を、えー、や、あの、作っていくためにも、非常に示唆する部分が多い、反省すべきことが多い、そういったことを示す記事だな、というふうに思っております。ですから私自身もですね、やっぱりあの、公約の中で、 一人議会変革っていうものを挙げているんですけれども、それは何かっていうと、すべての、すべての議案に対して、必ず質問をするということをやっていくっていうことですね。まあ、これ膨大ですから、まあ、かなり大変なことではあるけれども、やっぱりそこから意識改革をしていく、たった一人の意識改革だけれども、やっぱりそういったところから流れを作っていかなければいけないというふうに思っておりますので、はい。あのー、ぜひですね。 うん。あの、そういったところにも挑戦していきたいな、というふうに思っております。でそれでは、ちょっとあの、あの画面の共有の方を停止いたします。どうもありがとうございました。あのー、ちょっとね、今日いきなり、そのネットを操っていたら、あのー、興味あるというか、私の制作が限ている公約の中に直結する記事が出てきたものですから、急遽、ちょっとこういった動画の方を撮らさせていただきました。 どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバイ。